はい。で、話は変わるんだけど、この部活って町体制が基本なんだよね。待ってる間、あいつさんは何をしてるの何をしてるんだよ <laughs> お前がいるせいで何もできないんだけどな。私は本を読んでます。そういう意味では、図書室がすぐそこにあるのは便利ですね。<laughs> お前が本来の図書室の正しい使い方してるの、なんか違和感でしょうがないんだけど。<laughs> 図書室によく行くんだ。そっか。だから机の丸みとかを把握してたってことだろうか。なるほどな。<laughs> 早速だよ <laughs> <laughs> 星名くん、そういうことも考えなくていいですからね。<laughs> 知人公、そこら辺も含めてこれからどんどん変わっていこう。<laughs> もう、なんかお母さんから授かったギフトどころの話じゃないよ <laughs>。<laughs> お前個人としての問題が絶対あるよ。何のこと気のせいじゃないかな。負けじとにっこり笑って返事をしてみる。嘘です。あの目は嘘の目です。図書室のお、ナなにのことは思い出して、私のことを変態だと思っている目です。なんで今更おなにという単語に恥ずかしめを覚えてるんだろう <laughs> <laughs> もういいよ。なんかおはようぐらいの勢いでおなにって言っていいよ <laughs>。何も違和感ないから。 あいつなんて、一旦マイナー走行に入ると、ダウナー状態からなかなか回復しないんだな <laughs>。だから言ってんじゃん、Windows 8だって <laughs>。しかもお前のせいで、いちいちバージョンが更新されねえんだからな、ねんねんの。どうしよう。俺がフォローしても落ち込む一方のような気もするし <laughs>。なんか、新しい風を吹かせてくれる新入部員現れてえかな <laughs>。レナみたいに、絵画の妖怪系美少女が新入部員として出てきてくれると嬉しいんだけど、困ったな。えーと、 おう、救いのノック。この状況でやってくる客人は、やっぱ相談者かついに初仕事ほら、あいつさんノックだよ。誰か相談しに来たのかも。しっかりして。<laughs> お前がしっかりしてっていうのは違うだろ。えあ、はい。どうぞ。空いていますから。し、失礼しまーす。なんか若干マコの面影ある。<laughs> マフラーのせいかな。<laughs> ゆっくりと扉が開かれて、奥からひょこっと知らない女の子が顔を覗かせた。緊張してるのか、声が少しわずっている。あの、ここって、 でオカルト研究部ですよねあや先輩がここにいるんですよね名前めぐるっていうのかなんかコメントでもらったんだよね稲葉犬と椎葉犬が今後出てくるっていう <laughs> 稲葉犬と椎葉犬どっちなんだろうこのめぐるっていう女の子は あやちねねは私ですが。知り合い,いいえ、初対面のはずですよね。あ、はい。あやち先輩のことは噂で知ってただけで、はじめましてです。ねねを先輩扱いするってことは、1年生の子なのかこの子。もしかして、2年生の別格あやちねね。3年生の別格、土隠東子。1年生の別格、めぐるなのかああ、あやちさんって有名人だからね。え、そうなんですか自覚ねえんだよな。ほ <laughs> んと美少女ほど自己肯定感低いのんなんだろうね。やっぱ別格すぎると、他の人間たちの視線とか噂とかいちいち気になんないのが ま、確かに人間たちもアリスさんの会話とか聞き取れないもんね <laughs>。それに近い感じなのかなえ。自覚ないのうわ。本当に可愛い人。 お前も大概だろ <laughs> こいつも自己肯定感低いタイプかにしても随分気込んどるな <laughs>。ふ二学期の始めなんだからまだ残暑続くだろ <laughs> 冷え性かてかそもそもそれは制服なのか <laughs> なんか高校のオーキャン来てる人にしか見えないんだけど。どうかしましたかいや、別に何でもないです。ちょっと見惚れてただけで。素直だな <laughs>。ちょっと可愛いんだけどこの子。もしかして新入部員のフラグなのかなそ、そうですか。そのストレートな物言いに発見に取られるあやちさん。 もこの子結構ハゲだな。ハゲか。<laughs> <laughs> まあ確かに全体的に暖色が多めというかビビットカラー寄りの明るめな色が多いよね。ね <laughs> ねが白すぎるからかなとかわかんないけど。それ。 ここがオカルト研究部の部室として訪ねてきたんですよね。お客さんってなるとやっぱ悩み事を持ってるのかなこの巡れてる女の子は。はい、噂を聞いてきたんです。ここに来れば、あやつ先輩が相談に乗ってくれるんですよね。占いじゃなく、相談ですかおっとねね、お仕事の時間だ。<laughs> ボランティアじゃねえぞこれは。心の欠片を集めるチャンスだ。ダメ。 少しうつむき軽く体を揺らす少女だいぶなんか悩んでんだね <laughs> まあでも1年生ほど新しい生活に馴染めないというか悩みの種は多そうだよねでも2学期なんだぜ <laughs> 夏休みも明けたんだぜなんか1学期の初めとか5月ぐらいだったらまだ学校に馴染めないなとかそういう悩みはわかるけど2学期の始まりでなんか悩むことってあるかなチャンネル登録 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ